こんにちは。いつもさくらセブンズを応援していただきありがとうございます。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい状況の中、今合宿ができていることに大変感謝しています。私たちさくらセブンズは8月から段階的に活動を再開しました。11月29日の試合では久しぶりに観客の皆様の前で試合ができたこと本当に嬉しかったです。オリンピックに向けて一日一日の練習を大切に、選手、スタッフ、チーム一丸となって準備をしています。金メダル獲得という目標は簡単ではないですが、日本代表として自覚と責任を持って全力で戦います。これからも応援よろしくお願いします。さくらセブンス。